サイクリングの聖地、しまなみ海道。その愛媛側の起点、三大津糸山には去年新たなサイクリングターミナルが誕生しました。新型コロナによる緊急事態宣言でレンタサイクルの利用者は一時激減しましたが、3密回避が可能な乗り物としても再認識され始め、利用台数も例年並みに回復。県内外のサイクリストの受け入れ体制も進められています。そんなしまなみ海道のお膝元、今治市中心部には最近こんな光景が。どうですか？自転車タクシーです。今治市の NPO 法人で自転車を通じた街づくりに取り組んでいるシクロツーリズムしまなみが一昨年から2台で運行しています。長さおよそ3メートル、幅は1メートル余りで、運転手を含め店員は3人。動力は原則人力ですが、坂道などでは電動アシストも利用でき、もちろん二酸化炭素排出量はゼロです。皆さんもお気づきのように、このしまなみ海道、たくさんの方がスポーツバイクで橋を渡っているわけなんですけれども、あれを見ながら、私たちはあれ乗れんけんねって、自転車こぐの大変なんやろって思う方もいらっしゃったりしたわけですよね。でもこのしまなみ海道をこう眺めている地域の方たちっていうのに、自転車の風を感じるチャンスってあったらいいな。現在自転車タクシーは運行許可を得ている今治市内3つの散策コースで稼働していて、運転手は加藤さんと吉武さんのベテランガイド。この日は春の陽気に恵まれ、市内の友人グループが今治城周遊コースへ早速繰り出していきました。とは言ってもスピードはあくまでものんびりゆったり。そんなレトロな乗り物に道行く人も車もどこか癒されていきます。そして自転車タクシーではガイド役の運転手との何気ない会話も魅力の一つです。もともとキャンセルになったあの船のスクリューですから、はい。へえ、私、あ、そうですか。大きいですよ。これ直径が9メートルありますから。またアーケード商店街など自動車が走れない道も自転車タクシーなら走行可能。見慣れた街の風景にも新たな魅力を発見できそうです。もうとっても爽快で、もう本当に気持ちよかったです。今日日差しもね、あの暖かいですし、多分車だったらもう気が付かなかったことがいっぱいあってね、あ、こんなところにこんなものがあったんだっていうのをね、本当に新しい発見がいっぱいありました、はい、私たちもね、あのお客さん乗せていると、あの今までなかったことも分かってくるんですね。逆に、あ、こんなことも次からガイドするのにこう足していっていいんではなかろうか。このように地域の環境負荷を低減するとともに、新たな移動手段で町の魅力を発見していくことは SDGs の11番住み続けられる町づくりをという目標につながりそうです。そんな町に癒しと彩りを与える自転車タクシーですが、実は今から12年前、宇和島市でベロタクシーとして運行されていた時期がありました。ドイツ発祥のベロタクシーは2002年に京都や東京でも運行が始まると、2009年から宇和島市でも国の事業採択を受け、6台が中心市街地で運行を開始。そこで当時の様子を自転車タクシーの事業担当だった宇和島市の職員に尋ねると、まず、あの笑顔をこう、皆さんの笑顔が出てくるという事業だったので、中心市街地というのはやはり、あの商店街を抜きに話ができませんので、そこ車が走れないところをですね、自転車が走れるということは、やはり歩行困難者の方もですね、行きやすいと。
環境に優しいクリーンな乗り物として商店街の買い物客や高齢者の通院など近距離の移動でも活用された自転車タクシー。4年間の事業終了後は愛媛癒しの南予泊でも活躍しました。利益を出していこうという事業ではちょっと難しくなってきますから、あのコミュニケーションツールであるとか愛されるこう身近な自転車を使った事業というのはどんどんこう夢があると思うんです。その宇和島での役目を終えた2台が今度は今治でリサイクルされた自転車タクシー。サイクリングの聖地のお膝元で年齢や体力を問わず誰でも島並みの風を感じることができる移動空間として心の健康にも一役買っています。自転車って自分の力で前を向いて漕いでいく地域の自立そのものだと思うんです。町に住んでる方たちが自分の力でこの地域を耕していけるような、それこそ持続可能性を考えていけるような、そんなことが自転車を通して描けていけたら自転車の聖地しまなみ今治が出来上がっていくと思っています。老いも若きも誰もが自転車に親しめる真の聖地へ、時速10キロのクリーンな乗り物が今持続可能な街づくりとは何か静かに問い続けています。